自分の努力をしない。危ない危ない。やあ皆さんこんばんは、イムロエイスケです。このチャンネルでは日本の未解決事件、解決済みの事件も含めて、様々な事件の検証や考察、紹介をしてまいります。それでは始めましょうか。飯塚事件。朝の通学時に突如として行方不明となり、やがて遺体となって発見された小学1年生の女児2人を殺害したとして死刑が確定し、無実を訴えながら刑が執行された男性は、果たして冤罪だったのか。そして本件に浮かび上がる3年前の小学1年生女児行方不明事件、新たな証言をもとに再審請求を求め続ける男性のご家族たち、男性の供述や関係者たちの証言、物証を徹底的に検証し、死刑判決やその執行は本当に妥当だったのか、それとも本件は冤罪事件だったのかを氷室英介が論理的に鋭く切り込む。事件の概要。飯塚事件とは、1992年2月20日木曜日、福岡県飯塚市うるのの新興住宅に住む小学校教諭中川正彦さん当時34歳の長女で、うるの小学校1年3組の中川愛さん当時7歳と、同じく福岡県飯塚市うるのの新興住宅に住む会社員梅野久志さん当時31歳の長女で、うるの小学校1年3組の梅野優里さん当時7歳の2人が登校途中に行方不明となり、その後遺体で発見された誘拐殺人および死体遺棄事件、また本件の被告人である熊道俊当時54歳が死刑の判決を下されて執行、熊元死刑囚のご家族が福岡地裁へ再審請求権を行使中の事案。1992年2月20日木曜日午前7時48分ごろ、愛さんが有利三宅を訪れ、女児で友達の A さん当時7歳を含めた3人で飯塚市立うるの小学校へ登校を始める。しかし2月20日午前7時50分ごろの登校途中、有利さんが行きたくないと急に泣き出したことで、愛さんが有利さんに付き添いなだめていた。2月20日午前8時ごろ、愛さんが有利さんのそばから離れないので、A さんは仕方なく先に登校を始める形となり、愛さんが有利さんと2人きりとなったところを女性の U さんが目撃し、後に証言。2月20日午前8時6分ごろ、有利さん宅付近の道端でしゃがみ込んでいる有利さんや愛さんたち2人を、愛さんの知人男性 L さんが目撃。2月20日午前8時22分ごろ、有利さん宅から通学路を575メートル進んだ地点にある平原バス停付近を、有利さんや愛さんが歩いているのを愛さんたちの知人女性 Z さんが目撃。2月20日午前8時30分ごろ、平原バス停付近からさらに通学路を362メートル進んだ地点にある三叉路付近において、愛さんと有利さんが車で出勤途中の農協職員女性 D さんによって目撃される。3人の証言を地図でまとめるとこのようになる。リスナーの皆さんにはこの3人の証言をよく記憶しておいていただきたい。この D さんは本件当時、飯塚市農協うるの支店に勤務していて、いつものように2月20日午前8時30分頃に紺色軽自動車スズキセルボモードを運転して通勤する途中にある三叉路を通過する際に、向かって北の方角から歩いてきた2人組の小学校1年生ないし2年生の女児を目撃したと警察官の事情聴取で証言。それが検察官庁書として公判で採用された。 D さんが目撃した小学生の女児2人は共にランドセルを背負っていて、1人が黄色の雨がっぱかジャンパーのような衣類を着用、その女児のランドセルは赤色だった。 D さんによると、2人の女児は学校に遅刻している時間なはずなのに、
全く急ぐ様子がなく、妙にダラダラと歩いていたという。 D さんが女児たちの横を通過して北の方角へ車を走らせると、その先には3台の車が右側に駐車していた。このうちボンゴ車と乗用車が1台ずつあったのは覚えているが、もう1台の車種ははっきり覚えていないと証言。検察調書によれば、 D さんはこの後県道第二知事ウルノ線に出る手前で、髪がボサボサで作業員風の40歳くらいの男性が運転するボンゴ車を視認。そして午前8時30分過ぎに勤務先の農協駐車場へ到着。助手席に置いていた自身の化粧品を片付けるなどしていたところ、その約3分後に職場の同僚女性である V さんが白色の軽自動車ホンダトゥデイを運転して駐車場に入ってきたのを視認したと証言。したがってこの時の時刻は午前8時33分となる。なお D さんは現在当該証言を覆しているが、そのことについては氷室英介の考察で検証する。先を続ける。 D さんの証言で出てきた V さんは本件当時飯塚市農協古野支店に勤務しており、当日の2月20日は白色の軽自動車ホンダトゥデイを運転して三差路手前付近から D さんの通勤ルートと同じ道を通って午前8時33分頃に農協駐車場へ到着したと証言。なお三差路北の方角には自動車が3台右側に並んだ停車しており、2台目のボンゴ車の運転席には男性が乗車していたという。ちなみに V さんは三差路付近から県道第二知事ウルノ線に出るまでの間、小学校1年生くらいの女児2人組は視認していない。 D さんと V さんの証言内容を照合すると、2人の証言には基本的に食い違いは生じていない。しかしこれが全くの別の日な可能性もある。ここで D さんと V さんの証言に出てきた3台の車が極めて重要となってくる。その3台の車の所有者の一人である男性 Y さんは本件当時いとこの男性 X さんが経営する建設業の手伝いをしていて、本件当日の2月20日午前8時30分頃に X さんと一緒に三差路付近に住む男性 W さんが所有していたユニック車を借りに行く。しかし Y さんは W さん宅の場所を知らないため、 X さんが白色のスカイラインを運転して Y さんを先導。一方 Y さんは灰色のトヨタタウンエースを運転、 X さんのスカイラインに追従していた。 Y さんが県道第二知事ウルノ線を右折して三差路の少し手前にあるガードレール付近で若い女性が運転する軽自動車とすれ違った後、三差路付近に停車した X さんのスカイラインの後ろに自分の車を停車したが、その後ろには W さんが運転してきた三菱のワゴン車がすでに停車していた。その時に今度は別の若い女性が運転する白色の自動車が3台の車の横を通過したと証言。これは先の証言と照合すると、農協職員女性の D さんや V さんの車と内容の矛盾はないので、まず間違いないと思われる。 Y さんが車を停車した場所は他の車の通行の妨げになると思ったので、車から降りることなくもう一度車を移動して X さんのスカイラインの少し前に停車した。 Y さんは車から降りて道路を横切り三差路を南へ歩きかけた際、後方からワゴン車が自身の右横を追い抜いてウルノ小学校方面へ走り去っていったと証言。当該ワゴン車は道幅が狭いにもかかわらず乱暴な運転でかなりの速度を出しており、ワゴン車と接触しそうになった Y さんは X さんへ引かれそうになったと伝える。ただし当該ワゴン車が三差路北側の道路から来たのか、それとも東側の道路から来たのかは不明と証言。当該ワゴン車はマツダのワンボックスタイプで、通称ボンゴ車と呼ばれていて、マツダ独特の青みがかかった黒っぽい色だったという。つまり紺色だ。また Y さんは当該ワゴン車のリアウィンド、バックドアのガラスに黒っぽいフィルムが貼ってあったのを視認している。 X さんも Y さんの言葉を聞いて当該ワゴン車が急いで走り去っていくのを視認していた。 X さんの証言でも当該ワゴン車はマツダのワンボックスタイプボンゴ車で、
色は松田独特の濃紺色サイドモールがあり、後輪はダブルタイヤだった。また当該ボンゴ車のサイドウィンドには松田純正と思われるベージュの色あせたカーテンがついており、リアウィンドも黒っぽかったのでフィルムが貼ってあると感じていた。 Y さんや X さんの証言を照合すると矛盾する点が全く見受けられないので、2人が目撃した当該ボンゴ車は同一のものと断言して差し支えはない。一方、2人が借りるユニック車を所有していた W さんは本件当時に造園業を営んでおり、本件当日の2月20日午前8時に10分頃には三叉路南側の橋の路上に自分が運転してきた三菱デリカワゴンを停車して、付近の民家から依頼を受けていた造園工事を着工していた。なお W さんは三叉路の路上に車を停車した頃に小学校低学年の女児が一人泣きべそをかきながら小走りに立ち去ったのを目撃している。この際にその他の女児には会っていないと証言。その約10分後となる2月20日午前8時30分ごろ、 W さんはユニック車を貸す約束をしていた X さんとそのいとこで後に名前を知った Y さんに出会う。なお W さんは X さんが白のスカイラインを停車させる前には三叉路付近路上にて自身の三菱デリカワゴン以外の駐車車両は視認していない。おそらくこの一人で泣きべそをかきながら小走りに去っていった女児は優里さんだろう。その理由は本件犯人による女児2人の連れ去った手口にも直結するので、氷室英介の考察で述べる。各証人とも互いを視認し、証言内容も時間的に極めて整合性がある。したがって証言の矛盾点は全く見当たらない。よって各証人が目撃または体験した出来事は1992年2月20日木曜日午前8時から午前8時30分前後を置いて間違いない。これが後に D さんが証言を翻した主張に重要な意味を持ってくる。2月20日午前8時に10分ごろ、ウルノ小学校の女性教員で愛さんや優里さんの担任である愛さんが児童の健康観察時間に2人がいないことに気づいて、その後ご家族へ連絡。また本件当時にウルノ小学校図書館司書補助員をしていた女性 G さんは優里さんたちがまだ登校していないことを愛さんから聞いて、午前8時50分ごろ独自に2人を捜索するため車でウルノ小学校を出発。 G さんは優里さんたちの通学路を逆行して三叉路を北上、平原バス停の北側にある田中商店付近で U ターンし、午前8時56分ごろ2人を発見することができず、別のルートでウルノ小学校へ戻った。2月20日午前8時45分ごろ、愛さんの母親が自身の母を飯塚市ウルノ和地号にある二宮院へ送るため平原バス停先まで愛さんたちの通学ルートと同じ道路を走行。その後通学路から離れて南進し二宮院へ到着。この時の時刻が午前8時50分ごろ、帰りも同じ道路を通って午前8時55分ごろに自宅へ到着したが、この間に愛さんたちの姿は視認していない。したがって愛さんと優里さんが犯人によって連れ去られた時刻は2月20日午前8時30分ごろから8時40分ごろまでの約10分間と氷室は推定する。遺体発見。1992年2月20日午前11時ごろ、男性 T さんが福岡県天城市大和座の鳥寺耐久の現場から軽四輪貨物自動車を運転して国道322号線を走行し、八丁峠を下りながら組合事務所に戻る途中、八丁園キャンプ場事務所の手前約200メートル付近の反対車線の道路上に紺色ワンボックスタイプの自動車が対向して停車していたのを目撃。当該ワンボックス車の助手席横付近の路肩から車の前方へ中年の男性が歩いてくるのを当該ワンボックス車から約 61.3 メートル手前で視認。その瞬間男性は路肩で足を滑らせたように前のめりに倒れて両手を地面につける。当該ワンボックス車が停車していた場所はカーブ地点であったことや、
男性の様子にいぶかしさを感じた T さんは、当該ワンボックス車の方へ視線を向けながら車の横を通り過ぎる。なおも T さんが気になって運転席から振り返ったところ、車の前に出ようとしていたはずの男性が今度は車の左後方付近の路肩で道路側に背を向けて立っているのが見えた。男性の年齢は40代の中年くらいで、上半身にはカッターシャツに茶色のベストを着ており、髪の毛は長めで前の方がハゲている感じだった。また停車していた当該ワンボックス車の色相は紺色で、タイヤの後輪は前輪よりも小さくダブルタイヤだったという。なお後輪の車軸部分は中の方にへこんでおり、車軸の周囲、円周は黒く、リアウィンドおよびサイドリアウィンド、後部座席側には色付きのフィルムが貼ってあった。車体の横の部分にはカラーのラインはなかったが、型式が古くダブルタイヤだったのでマツダの車だと思ったとの証言をしている。ほぼ同時刻の2月20日午前10時30分頃から午前11時頃、福岡市内に住む男性 K さんが飯塚市と福岡都市圏を結ぶ八木山バイパスを福岡方面へ走行中、前方をノロノロと走行していた白い軽ワゴン車を K さんが追い越した後、当該ワゴン車に視線を向けると後部座席側に小学生の女児2人が乗っているのを目撃。女児の1人は肩にランドセルを背負い、恨めしそうな今にも泣きそうな表情をしていて、もう1人の女児は隣で横になっていたという。 K さんの目撃証言によると、この白い軽ワゴン車を運転していた人物は男性で、頭は丸刈りの色白、体型は痩せており、年齢は30代から40代くらいだったという。この午前11時頃における2つの目撃証言については後に再検証する。先を続ける。2月20日午後12時30分、愛さんやゆうりさんのご家族が福岡県警飯塚警察署へ捜索願いを提出。飯塚署はこれを受理し、2人の捜索に着手する。愛さんたちが通学するウルノ小学校ではこの日、4時間目で授業をすべて打ち切って児童全員を帰宅。教職員や PTA の計35人が通学路を中心に捜索を始めた。飯塚署は愛さんとゆうりさんが事件に巻き込まれた可能性も視野に入れ、夜になって全署員約100人を緊急動員し、引き続き捜索を続行。地元消防団員たちも独自に捜索を開始した。しかしこの日に愛さんとゆうりさんを発見することはできなかった。翌日の2月21日午後12時10分頃、福岡県天城市と福岡県加穂郡加穂町を結ぶ国道322号線の八丁峠を自動車で通りかかった福岡県萩町の団体職員 H さんが第5カーブ付近で商用を足すために車を止めておりた際、道路南方の斜面に小さなマネキンのようなものが捨ててあるのを発見する。不審に感じた H さんはすぐに110番通報し、入電を受けた天城警察署の署員が現場に急行する。 H さんがマネキンと感じていたのは小学校低学年の女児2人で、すでに死亡していた。2人の遺体は道路から投げ捨てられたような状態で、愛さんは西向きにうつ伏せ、ゆうりさんは北向きに仰向けで、愛さんの体の下にゆうりさんの足が入り重なるようにして倒れていた。遺体は天城署に運ばれて、愛さんとゆうりさん双方のご家族が遺体と対面し身元を確認。行方不明だった2人であることが判明した。福岡県警は飯塚警察署に捜査本部、天城警察署には準捜査本部をそれぞれ設置し、本件を殺人並びに死体遺棄事件として260人体制で捜査を開始した。愛さんは黄色のフード付きジャンパーに赤色の襟付きトレーナー、長袖シャツ、半袖肌シャツ、赤色キュロットスカートを着用し、ゆうりさんは白色のフード付きジャンパーに茶色のトレーナー、長袖シャツ、半袖肌シャツ、チェックの模様が入ったベージュのスカートを履いていたが、2人とも下着を脱がされた状態で下半身が露出していた。捜査本部は遺体が遺棄されていた状況などから、犯人は別な場所で2人を殺害した後に車で運び、第5カーブ地点のガードレール切れ目に車を乗り入れた上で2人の遺体を道路下の斜面へ遺棄したと断定。これは
八丁峠の道路はカーブの急坂が続くため、地元の人の多くが近くの国道200号線である通称冷水道路へ迂回するからだ。したがって当該道路の通行量は極めて少ない。捜査本部の刑事たちは以上を踏まえて、犯人はこうした道路状況を知った土地勘があるものとの見方を強めた。2月21日18時過ぎ、対策本部が置かれた飯塚市うるの小学校の職員室前にある市聴覚室には、2人の捜索のために飯塚署の署員をはじめ、教職員や地元消防団、PTA、町内会役員たち約50人が集まっていた。うるの小学校では、この日の1時間目に臨時の全体朝礼を開き、細川誠司校長は、まだ見つかっていない、知っていることがあったら担任の先生に教えてくださいと児童たちへ必死に情報提供を呼びかけた。また細川校長はこの日に予定していた授業参観を保護者説明会に切り替えて、保護者に対し状況や経過を説明。捜索願いを受理した飯塚署も直前まで情報提供を呼びかけるチラシを作成し、公開捜査に踏み切った矢先だっただけに、相次いで伝わった秘報に全員に衝撃が走った。職員室では最後まで2人の無事を祈っていた女性教員約8人が自分の席で顔を手で覆い、すすり泣きやおえつを漏らしていた。2月21日22時、2人の遺体の司法解剖は九州大学医学部法医学教室において永田武明教授執刀のもとに実施された。愛さん並びに優里さんの死因は手で頸部を圧迫されたことによる扼殺で、顔には犯人によって殴打されたとみられる外傷やそれに伴う出血痕跡が認められた。愛さんや優里さんが着用していた衣服や顔には血痕が多数付着していて、後に鑑定した結果、血痕は愛さんの O 型と優里さんの A 型であることが判明した。しかし凄惨な遺体の痕跡はこれだけではなかった。2人の膣内には処女膜などに裂創や出血の痕跡があり、これは犯人によって無理やり指の爪が挿入されたことを意味していた。2人の死亡推定時刻は当初永田鑑定では死後1日から1日半の2月20日15時から21時の間とされた。しかし愛さんや優里さんの胃の内容物を帝京大学医学部法医学教室の石山郁夫教授が別に鑑定したところ、2人の死亡推定は2月20日午前7時30分頃から午前9時30分頃までの間と認定された。これは愛さんが前日の夜に食した焼きそばのキャベツがまだ消化しきれずかすかに残されていたこと、また本件当日の朝食の米粒などがほぼ未消化だったことを踏まえた鑑定結果である。熊本死刑囚の弁護団は法医学の通説的見解に従えば、野菜は摂取後数時間内で胃を通過することを前提とすべきであると主張したが、この認識は法医学においては完全な間違いだ。なぜなら法医学における胃からの食後経過時間の推定に関する死体検案書の記載は胃内容物の平均的な動きを確認している。愛さんの胃の内容物からはキャベツ片らしい細片が消化されずかすかに検出された。本件当日朝における愛さんの朝食内容はご飯に明太子であった。愛さんが朝食時にキャベツ料理を食していないのは母親の証言からも明らかだ。また検視に立ち会った福岡県警察本部刑事部捜査一課検視係長の野田茂樹氏は、本件後半における証言で永田執刀医が愛さんの胃を切開した際、その内容物を網で受け取り、これを他の捜査官が写真を撮影した後、胃の内容物の一部をスプーンですくい取り、別の網の上に乗せて上から水道水をかけて洗浄したところ、直径1ミリメートル以下の魚卵のような流状物数個を網の上に認められたので、その旨を永田氏に報告したが、永田氏はただうなずいただけで特に興味を示さず言葉を発することもなかったという。野田氏が確認したこの直径1ミリメートル以下の魚卵のような流状物が愛さんが朝食時に食した明太子で間違いない、つまり明太子も未消化のままだったことがうかがえる。犯人が愛さんたちを連れ去った後に食事を与えたことも考えられるが、食事の内容やその消化状況まで犯人がごまかすことは
物理的に不可能だ。また未消化物の胃内滞留時間については、それまでの法医学知識や記述は全く当てはまらない。これは胃の幽門部には未消化物を通過させない作用があることが法医学の観点から判明しているからだ。石山鑑定では愛さんの胃内容物やその消化状況からして、食後1時間ないし2時間内に死亡したと判断している。そうすると愛さんの死亡推定は、朝食を食べ終えた2月20日午前7時30分頃から午前9時30分頃までの間となる。愛さんの生存は2月20日午前8時30分の時点で B さんの目撃によって確認されている。また W さんも有利さんらしき女児を午前8時20分頃に目撃している。永田鑑定では死後経過時間として死後約1日から1日半を経過しているとの記載があるが、これは時間単位での推測ではなく、1日半がより死亡推定に近いと考えれば石山鑑定との矛盾は生じない。また有利さんの死亡推定においても、愛さんが朝食後2時間以内に殺害されたことで、有利さんも時間を置かずに連動して殺害されたといって差し支えはない。したがって本件における氷室の検証では、 D さんや W さんの目撃証言や石山鑑定の整合性をもって、愛さんと有利さんの死亡推定は2月20日午前8時30分から午前9時30分頃までの約1時間とする。遺体発見の翌日となる2月22日、八丁園キャンプがあった場所から国道322号線をカホ町方向に約200メートル進行した地点の西方約5メートルの山中で、2人のランドセルなどの所持品及び下着、靴下など着衣の一部が遺体と同じように道路から投げ捨てられたような状態で遺棄されているのが発見された。遺留品発見現場から死体遺棄現場までは距離にして約 3km、 自動車だと8分程度かかる。この遺留品が発見された場所は、本件発生日の2月20日午前11時頃に T さんが不審な紺色ワンボックスタイプの車を目撃した地点のちょうど真下に位置する場所であった。そして捜査本部は不審なボンゴ車と同型の自動車を当時運転していた熊道俊を本件の容疑者としてマークする。冤罪主張。幼い2人の女の子が殺されたということで、これを逮捕するために全力を挙げて取り組みたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。福岡県警は本件の解決に全力を尽くすよう捜査員に対して厳命したが、これには理由があった。それは本件の約3年前となる1988年昭和63年12月にも、うるの小学校1年生で飯塚市明城寺市営明城寺団地に住んでいた松野愛子さん当時7歳が突如として行方不明になった事件が発生していたからだ。この事件の際にも容疑者として浮上したのが熊元死刑囚であった。なお、ここからは熊元死刑囚を熊氏と呼称することをご理解いただきたい。熊氏は松野さん事件の当日に自宅の庭で愛子さんと一緒に遊んでいた。これには目撃者もおり、熊氏自身もそれを認めていた。なお、熊氏は愛子さんとはすぐに別れ、その後の行方は全く知らないと証言している。松野さん事件においては、熊氏が直接犯行に及んだ証拠がなかったこともあって、逮捕には至っていない。捜査本部は、この松野さん事件で熊氏が容疑者として浮上していたことや、本件発生日の2月20日に複数、目撃された紺色の不審者が熊氏の所有していたマツダボンゴに色相や型式が極めて酷似していたことから、捜査本部は熊氏を本件の容疑者として、遺体発見のわずか4日後となる2月25日に熊氏の自宅を訪問、当日のアリバイなどを任意で事情聴取した。なお、熊氏は自身が運転していたマツダボンゴの特徴的なボディサイドのオレンジと黄色のラインを平成元年9月末の購入時に自ら剥がし、後部座席側の窓には色付きのフィルムを貼っていた。熊氏に関しては1938年昭和13年1月9日に生まれているが、詳しい生い立ちは不明だ。熊氏は以前、
公務員として働いていたこともあったが、自身が39歳の時に人間関係を理由に公務員を退職している。その後は定職にはつかず、妻の給料と自分の年金で生活をしていて、妻の送迎以外は家の家事や時々パチンコ店で遊ぶという、当時としては非常に珍しい専業主婦となっていた。クマ氏と妻の夫婦仲は非常に良好だったと聞いている。奥様はクマ氏が公務員を退職した経緯に深く同情し、夫のクマ氏を献身的に支えていたのであろう。クマ氏の家族構成としては、妻とクマ氏の母親、そして本県当時ウルノ小学校2年生だった息子1人がいた。クマ氏の母親を除く3人は飯塚市内の明星寺団地に住み、クマ氏は町内会長も務め、近所の子供からはザリガニのおじさんとも呼ばれていた。ちなみにクマ氏の息子は松野さん事件の被害者である松野愛子さんの弟と幼稚園の友達関係で、愛子さんは行方不明になる当日に弟と2人でクマ氏の自宅へ遊びに来ていた。この松野さん事件において愛子さんを最後に目撃したのがクマ氏だった。それが福岡県警の根底に疑惑として強く残っていたのだろう。おそらく捜査本部は本件発覚時から熊氏を疑っていたと思われる。だからこそ捜査本部はわずか4日後に熊氏へアリバイなどの事情聴取を実施したのだ。捜査本部はこの事情聴取以降、熊氏を重要参考人との方針を固め、目に見える形で熊氏の尾行や自宅前での張り込みをするなど、一日中にわたって熊氏にプレッシャーを与え続けて徹底的にマークした。これに対して熊氏は尾行する捜査員の車を巻いたり急ブレーキをかけたりするなど挑戦的な態度を示している。1992年3月2日前後、 T さんが捜査本部へ八丁峠の目撃情報を提供。その中で不審者と熊氏の車が特徴的に合致することを確認。また2日後の3月4日には直接 T さんが捜査員を現場に案内した。その現場が2人の遺留品が遺棄されていた場所の真上に位置していたことで、捜査本部は熊氏が本件に関与したとの疑いをさらに深めた。なお T さんは3月9日にも自身が目撃した不審者について捜査本部の事情聴取を受け、不審者の詳細を語っている。その後2人の室内及びその周辺から採取された犯人の血液を警察庁の科学警察研究所、略称科警研で MCT118 型鑑定並びに HLAL-GQα 型鑑定の2つの手法で DNA 型鑑定を実施したところ、熊氏の DNA 型とほぼ一致するという鑑定結果が出される。しかし科警研で鑑定に使用された当該資料をシーン2で解説した帝京大学の石山郁夫氏が HLAL-GQB 型鑑定並びにミトコンドリア DNA 型鑑定を実施したが、資料が微量すぎてはっきりしないとの鑑定結果だった。これでは証拠能力としての有効性に極めて乏しい。したがってこの時には熊氏の逮捕に至らなかった。この DNA 型鑑定における問題点や多くの人たちが誤解しているであろう箇所については次のシーンで解説する。事件から半年後となる1992年9月末頃、熊氏は自身が所有していたマツダボングを売却。捜査本部はその日のうちに熊氏の車を押収して車内を徹底的に調べたが、熊氏が水洗いするなど異常なまでに清掃していて、毛髪なども発見されなかったほどであった。だがその後の科学捜査によって後部座席と付近のフロアマットから尿反応及び血液反応を検出。しかしその血痕が鼻からかなりの出血をしていた愛さんと同じ O 型の血液型であることまでは鑑定で判明したが、当該血痕からは当時 DNA 型 MCT118 型及びHLAL-GQα 型の検出はできなかった。1993年平成5年9月29日午前8時10分頃、福岡県警捜査一課巡査長と飯塚警察署巡査長が熊氏の自宅から出されたゴミ袋を拾うなどして捜査車両に乗車したところ、熊氏が何をしているかなどと怒鳴りながら
刃渡り15センチメートルの刈り込みハサミでいきなり捜査員2人に切りつけて、手などに全治5日から10日の怪我をさせたことで、久那氏は傷害と暴力行為の現行犯で緊急逮捕される。この件では本件での取り調べは全く実施されず、久那氏は罰金10万円の略式命令を受けた。その後の捜査は進展がなく膠着状態が続いたが、1994年4月末新たな DNA 型鑑定方法 TH01 型と PM 検査法の開発を知った捜査員が再度久那氏の車内を捜索したところ、繊維鑑定で切り取った部分と接する部分に変色の痕跡を発見する。 TH01 型と PM 検査法とは MCT118 型鑑定や HLAL-DQ-α 型鑑定に比べて鎮球性、すなわち古い血痕などの証拠資料からより型判定が可能な短鎖 DNA 型 STR 検査法の一つである。捜査本部は久那氏の車のシート繊維をトーレに鑑定依頼をしていたが、捜査員がトーレ側に紹介したところ、繊維鑑定で切り取ってトーレの鑑定に出された部分に当初からシミが存在したことを確認。トーレに預けていたこのシミについて鑑定が実施されることになった。その結果 I さんと同じ O 型の血液型が認められ、新たな TH01 型と PM 検査法によって I さんの DNA 型と同一の型である23-27 型が検出された。また捜査本部は2人の衣服に付着していた微量の繊維片についても、久那氏が所有していたボンゴ車のシートと繊維片が一致することを突き止め、これが決定だとなった。そして1994年平成6年9月23日捜査本部は久那氏を死体遺棄容疑で逮捕。1ヶ月後の10月14日には殺人容疑で再逮捕した。久那氏は容疑に対して頑として否認、自分にはアリバイがある、被害者の2人とは全く面識がないと主張。これは後半でも同様だった。やってないものをやったと思われたことだけでもこれは白黒必ずつける。死刑執行。福岡地検は久那氏を死体遺棄罪で起訴し、1994年11月5日に殺人及び略取誘拐でも追起訴した。本件では八丁峠や三叉路での目撃証言のほかに DNA 型鑑定の有効性や血液型鑑定、そして久那氏のアリバイや糖尿病に起因する鬼頭包皮炎が裁判の争点となった。特に DNA 型鑑定では弁護団はその有効性や科警研による隠蔽疑惑にまで言及した。久那氏へ実施された MCT118 型鑑定法では、久那氏の DNA 型は 16-26 型との鑑定結果が出された。この MCT118 型鑑定法は、あの足利事件において菅谷俊一さんを冤罪に追い込んだ鑑定法としても有名だ。ではこの MCT118 型鑑定法自体が間違った鑑定法だったのか。答えはノーだ。確かにこの当時における MCT118 型鑑定法の精度は低い。証拠の信頼性においては担保にしがたいと言える。しかし、この MCT118 型鑑定法は1990年代初頭においてはかなり画期的な科学捜査でもあった。なぜならそれまでの犯罪事件における科学的な捜査は血液型や毛髪、指紋などだったからだ。また当時における MCT118 型鑑定法自体に間違いはない。問題なのは鑑定結果で出された DNA 型を持つ人間が多すぎて絞りきれず確実性に乏しいことだ。こうしたことも踏まえて本件の判決文では、久那氏の DNA 型と一致したからといって久那氏を犯人とするには証拠能力が弱く、鑑定結果は必ずしも久那氏が犯人とは言えない、あくまでも補完的な証拠との見解を示している。また弁護団は科警研がサンプル資料を使い切ってしまったことを問題視しているが、これは無知を通り越してとんでもない間違いだ。本件において犯人の体液は全く検出ができなかった。被害者2人には性的暴行の痕跡はあったが、体液となる精液が全くなく、残されていたのはなぜか
犯人の血液だった。久間市へ実施した MCT118 型鑑定法では、血液をサンプルとして鑑定するのは極めて難しい。その理由は、赤血球が大量に含まれている血液では DNA の核が脱核しているので、基本的に DNA 型を判定するには不向きだからだ。対して精液には白血球や遺伝子情報が多く含まれている。精子に DNA の核がある。女性の場合だと卵子が該当する。つまり血液で MCT118 型鑑定法を実施するとなれば、その分多くのサンプル資料を必要としたであろう。本件で検出された犯人の血液は極めて微量だった。それで当時の MCT118 型鑑定法を実施すれば、誰がどうやってもサンプル資料は多く使用せざるを得ない。したがって科警研がサンプル資料を大量に消費して、帝京大学の石山氏へわずかなサンプル資料しか渡せなかったのは致し方ないことだ。これは不可抗力と言っていい。ちなみに足利事件では、犯人の体液、すなわち DNA の核を多く含んでいる精液を再鑑定して、菅谷さんの冤罪が証明された。本件とは明らかに性質が異なるのだ。また弁護団は久間氏の DNA 型鑑定において、DNA 型が写ったオリジナルネガを切り取って公開したことも問題視しているが、氷室からすればなぜ今になってこれを問題視するのか意味がわからない。そもそもオリジナルネガ自体は1995年における第一審公判でネガ全体が証拠採用されているのだ。事実、DNA 型鑑定をした科警研の技官が第一審公判において証人尋問をされた際にも計2回法廷内で提示されている。またこれもあまり知られていないが、弁護団が真犯人の方と主張するエキストラバンドも第一審の公判内で弁護団側から尋問を実施しており、それに対して技官はエキストラバンドとの説明もしている。別に科警研は隠蔽などしていない。このエキストラバンドとは、主として一般的なバイオテクノロジー手法であるポリメラーゼ連鎖反応の潜在的な副産物となるプライマーダイマーと呼ばれるものだ。そのプライマーダイマーが重合してしまい、人工の DNA を増加させてしまうところに発生のメカニズムがある。その場合エキストラバンドは小さな断片となる。仮に目的とするバンドよりも上のサイズが出てきた場合は、イントロンを含むゲノム DNA やサイズの異なる二体遺伝子の存在が疑われる。この人工 DNA となるエキストラバンドにこだわりすぎて重要視してしまうと、全く関係ない人工 DNA 型を鑑定結果にするリスクが生じる。オリジナルネガについては検察側も DNA のネガ全体は一審の公判から法廷に出ていた。それが今になって新証拠となり得るのかと首をかしげたことであろう。科警研の鑑定書の写真では、確かに DNA 型の存在を示すバンドが非常に見えにくい。そのため弁護団や裁判官は技官の証人尋問においては、切り取ったネガと元のオリジナルネガを照合しながら質問している。その事実をなぜ弁護団は国民に対して隠すのか。氷室からすれば、あくまでも弁護団が主張する理由は、福岡県警と科警研がグルになって久間氏を本件の犯人に仕立て上げたと難癖をつけて国民に対し印象操作をしているに過ぎない。これは先の深川通り魔事件にもつながるが、本件において久間氏を有利にする弁護団の駆け引きである。不思議なことに、マスコミはこうした事実を全くと言っていいほどテレビや新聞で報道していない。だからこそ多くの国民が知らないままなのだ。そうした事実を全く報道せず、本件は冤罪事件だと言っても何の説得力も持たないであろう。弁護団は国民は何も知らないからとあまりバカにしない方がいい。かえって戦術の誤りを露呈するだけだ。次に血液型だが、検察側は犯人の血液型は B 型と主張し、弁護団は本田鑑定をもとに犯人は AB 型としている。これは A 型の血液と B 型の血液を混合すれば疑似的な AB 型になる場合がある。それを判別する鑑定法としては
AB 型の血液が抗 A 抗体及び抗 B 抗体と反応して凝集するという性質を利用して AB 様式の血液型を判別する検査法がある。これは血液型の表検査と呼ばれている。要は赤血球の検査だ。仮に犯人が AB 型だとすると、その表検査において抗 A 抗体並びに抗 B 抗体には基本的に反応の際は生じない。しかしこれが混合した AB 型だと両方の抗体に強弱の差異が生じやすい。これは純粋な AB 型ではないからだ。裁判記録によると AB 型と疑われる血液からは抗 B 抗体に強い反応を示し、抗 A 抗体に弱い反応を示したことが認められたとの記載がある。したがって AB 型犯人説は裁判記録を読む限りは存在しないと言える。本件の犯人は愛さんの O 型や優里さんの A 型の血液型でもない B 型の人間だ。先に述べた犯人の血液だが、どうして犯人の血液が遺体の膣内などに残されていたのかを検証してみたい。愛さん並びに優里さんの衣類には犯人の血液は付着していなかった。しかし2人の膣内及び膣周辺からは犯人の血液が検出されている。この事実を踏まえると犯人は2人の衣類や下着を脱がせる前には手に怪我をしていないことになる。なぜなら出血を伴うほどの怪我を犯人が手に負っていたのであれば、被害者2人の衣類を脱がす際や遺体を遺棄する際に必ず血液が衣類に付着するからだ。そうなると本件の犯人は手ではない別な箇所から出血をしている状態にあったことが物理的に浮上する。そこで後半の争点となったのが久間氏が患っていた糖尿病の気筒包皮炎だ。この気筒包皮炎とは男性器の先端部分の気筒とそれを包む皮膚の包皮に炎症が起こり、赤みやかゆみなどの症状が生じ、悪化すると出血を伴う病気だ。久間氏は1991年11月8日に泌尿器科を診察して医師から気筒包皮炎の診断を受けている。本件冤罪派の中には、久間氏が当時は火星包茎で皮がかぶった状態だったからと主張しているが、重要なのはそこではない。この場合久間氏が出血を伴う気筒包皮炎を発症していたかどうかが重要なのだ。久間氏は1992年3月21日に捜査本部の福田係長と井上刑事の事情聴取に対して、陰茎の皮が破けて下着などについて歩けないほど血が滲んでしまう、事件当時頃も挿入できない状態でセックスに対する興味もなかったと供述している。久間氏は後半で、調書は手に取って自分で読み納得できなければ署名しないとまで言い切っている。事実久間氏は同様の供述を刑事や検察官にもしていて、調書に署名及び指印もしていた。したがって久間氏の証言は極めて信憑性が高い。それが決定的となったのは本件から約半年後となる1992年8月だ。この時に久間氏は佐賀県鳥栖市でいとこが集まった際にも同じ趣旨の話をしている。なおこの時には毎日新聞の記者も同席していて、久間氏の話をそばで聞いており、その内容は記者がテープに録音していた。つまり全く関係ない第三者も久間氏が気筒包皮炎を発症して出血を伴っていたのを公判前に聞いていて、その話をテープにまで残していたのである。仮に本件の犯人がそのような状態だったのであれば、被害者2人へ性的暴行をした際に自身も下着を脱いでいた場合、陰茎から血が垂れていても何ら不思議な話ではない。ここで問題なのが、公判開始になった途端に久間氏や妻がこの供述を180度翻して全面的に否定したことだ。久間氏は公判中に突如、調書はデタラメで中身がごっそり変えられていると主張。さらには、1991年11月末頃には完全に良くなったとも公判で主張した。だが不思議なことに久間氏は自身の潔白を証明してくれる弁護人に対して気筒包皮炎が完治していたということを全く話していない。あくまでもこれは事実に沿って検証している。ここまで聞くと
久間氏に対して少なからず疑念が生じてくる。しかし久間氏の妻も久間氏と同様な感じだった。久間氏の妻は捜査段階において検察官に対し、熊の気頭胞皮炎がいつ頃から良くなったかについては全く覚えていない。1992年2月当時の熊の性器の状態も全くわからないと供述して署名死因していた。つまり証拠能力が存在する。しかし公判中に熊氏が供述を翻して自身もそれに追随、熊氏の気頭胞皮炎は完治していたとする証言を始めた。熊氏の奥様へ厳しい言い方となって誠に申し訳ないが、1992年2月当時の記憶があるのであれば、なぜ公判ではなく検察官の事情聴取の際にそうした話を一言も供述しなかったのか。ましてや供述調書に署名や死因までしたということは、自らが供述調書の信頼性や有効性を保証したことになる。これは公的なもので言った言わないの低レベルな話ではない。それを公判が改定した途端に翻していては論理的にもおかしくなる。これでは供述や証言が2点3点していて信頼性に乏しく、もはや尻滅裂である。しまいには熊氏と妻は気頭胞皮炎治療の一環である薬局でフルコート F という強力なタイプの皮膚薬を購入した事実は全くないと公判でも一貫して主張していたが、同店の経営者と元店員が熊氏を強力な皮膚薬を購入する常連客として覚えていたこともあって、熊氏と妻の供述は明らかに虚偽であると言わざるを得ないと裁判長に判事された。これではとても熊氏や妻をかばいようがない。皮膚薬購入でさえも公判で宣誓した上で偽証するようでは明らかに都合が悪いことを隠しているという心証を裁判官に与えてしまうからだ。では熊氏のアリバイは一体どんなものだったのか。熊氏における当時の平日朝の行動は、妻の職場である消防署へ午前8時10分から午前8時20分の間に到着して妻を送り届ける。そして自宅へ帰宅していたのだが、問題はそのキロコースが被害者2人が最後に目撃された三叉路付近と重なっていたことだ。後半では熊氏が三叉路を通過した時間の測定結果も検察側が証拠として提出しているが、その内容は熊氏の妻の消防署を午前8時18分に到着したとして、三叉路通過の時刻は午前8時28分頃であった。したがって熊氏が妻の職場である消防署に送り届けた後、帰宅する途中に被害者2人を誘拐するのは時間的に可能だったことになる。これに対して熊氏は自身にはアリバイがあることを公判で主張。その内容は、本件当日の午前8時10分頃に妻を消防署に送り届けた後、そのまま福岡県山田市内に住む実母の家に米を持って行って午前10時5分頃まで母親と話をしていた。そして午前10時20分から午後12時30分までパチンコをして、その30分後となる13時頃には自宅に戻ったと主張している。なるほど、これが事実であれば熊氏には本件の犯行は物理的に不可能となる。しかしながら刑事事件において肉親によるアリバイ証言は犯人をかばっている可能性が極めて高いため、証拠能力がなく基本的に採用はされない。熊氏の母親が山田市に住んでいた頃、月に一度の割合で米を持って行ったのは事実だろう。しかしながら本件当日の2月20日に熊氏が本当に米を持ってきたかどうかという点については母親は全く記憶にないことを供述している。以上から母親の証言でも熊氏にアリバイがあった証明にはならない。しかも熊氏は捜査段階では妻を送った後、午前8時30分頃に一旦自宅へ帰宅し、それから実母へ米を届けに行ったと供述し、後半とは明らかに異なる供述をしている。さらには熊氏は捜査段階で検察官に対し、1992年3月18日に刑事が来て、アリバイがあればポリグラフ検査は不要です、ただ家族の証言ではダメですと言われたが、事件当日の行動をすぐには思いつかなかったので、アリバイの代わりにポリグラフ検査を受けることにした。3月20日にポリグラフ検査を受けた後、アリバイについてじっくり考えてみた結果、
当日の行動を思い出したと供述している。つまり当日の行動については久間氏のアリバイ供述はひどく曖昧で信憑性に欠けていると言える。しまいには公判中に当時46歳の女性が久間氏からアリバイ工作を依頼されたとも証言した。女性によると本件後の1993年3月に竹の子堀で久間氏の妻と知り合った後、久間氏の自宅に誘われて酒を振る舞われたという。女性が久間氏と初めて会ったのはこの時だ。その翌日に再度女性が久間氏宅を訪ねた際に久間氏本人から、もし裁判になったら事件当日の朝は約2時間一緒に酒を飲んでいたと証言してほしいと頼まれて、謝礼と口止め料の名目で現金数万円を渡されたという。この女性は久間氏の逮捕後に偽証の約束をしたことが怖くなって警察に話したとも述べた。このことは1997年12月11日付の読売新聞、朝日新聞、毎日新聞の政務長官が一斉に報じた。久間氏は松野さん事件において福岡県警に疑われた過去がある。また町内会長を務め、被害者2人と小学校が同じで年齢が1つしか違わない息子までいた。ならば本件の発生を重大に受け止めて当日のことは強く印象に残っているはずだ。それでアリバイ供述が2点3点し、さらにはアリバイ工作まで依頼していては冤罪だと主張しても常識ある人間には全く通用しない。久間氏が本当に自分は潔白で供述に嘘偽りがないのであれば、自ら供述を2点3点させたり公判で偽証する必要性はどこにもないのだ。また久間氏の車のシートに使用されていた化学繊維、すなわちナイロン6が被害者2人の衣類から複数検出されている。これは染料分析も一致していて有力とも言える科学的物証だ。そして久間氏が本件当時に所有していた車から検出された血痕を TH01 型と PM 型の検査法によって被害者である中川愛さんの血液型および DNA 型と一致した。これは2万3000人に1人の精度である。したがってここまで検証した時点で氷室英介は本件の犯人は熊道俊を置いて他にいないと推定する。裁判官たちもこうした点を踏まえて久間氏へ下す判決を検討したであろう。第一審の福岡地裁は1999年平成11年9月29日に久間氏へ対して死刑の判決を下す。控訴審となる福岡高裁は2001年平成13年10月10日一審の判決を支持し久間氏の控訴を棄却。上告審となる最高裁は2006年平成18年9月8日最高裁判所第二小法廷で滝井重雄裁判長は、被告人が犯人であることについては合理的疑いを超えた高度の蓋然性があるとして、滝井裁判長を含めた裁判官5人全員一致の意見で久間氏の上告を棄却。この瞬間に久間氏の死刑が確定した。そして2008年10月24日福岡拘置所において森英介法務大臣の命令により久間氏の死刑が執行。享年70歳であった。再審請求。久間氏の死刑執行後、久間氏の妻から現在第二次再審請求権が行使されている。なお第二次再審請求の新証拠となる農協職員 D さんの証言撤回については氷室英介の考察で検証する。ここでは本件当日の2月20日午前11時頃に犯人の車両を目撃したとされる2つの証言について信憑性があるかを検証する。まずは午前11時頃に八丁峠で紺色ワンボックスタイプの不審車両及び不審者を目撃したとする森林組合職員 T さんの証言だ。 T さんは捜査員に対して不審車両や不審者の詳細な特徴を証言しているが、車を運転しながらのわずかな時間でそこまで視認することが物理的に果たして可能なのだろうか。日本には百聞は一見にしかずということわざがある。実際に弁護団が被験者30人を用意して実証実験をして撮影した動画を引用させていただき、リスナーの皆さんと一緒に確認してみよう。
お分かりのように、T さんが不審者及び不審車両の詳細な特徴まで視認することは事実上不可能だ。事実、被験者30人の全員が T さんが証言した内容の特徴は視認できなかった。それをもって弁護団は、わずか十数秒の時間では目撃証言の信憑性に疑念が生じる。当該目撃証言は捜査員の誘導があったと厳しく批判して、不摩氏冤罪の根拠の一つとしている。では、T さんの目撃証言は信じるに値しないのか。その答えは、ノーだ。確かにわずか十数秒の時間では詳細までは物理的に視認できない。その点は弁護団の論理に整合性がある。しかしながら大まかな外観の特徴や色相の視認は十分可能だ。この状況下で T さんが視認できるポイントは当該車両の色と車の型式がワンボックスタイプな点だ。 T さんは森林組合の職員でもあった。つまり八丁峠は走り慣れており、当該不審車両のボディサイドを視認できる心の余裕は弁護団が用意した被験者30人よりも持ち合わせていた。よってマツダボンゴ独特のボディサイドラインの有無も視認できたことであろう。 T さんは当時仕事でどこの現場に行ったかということなどを克明に日記帳へ記載するマメなタイプの人物であった。その日記帳には1992年2月20日午前に耐久の現場に行った旨の記載もしている。この前後に T さんが耐久の現場に行ったのは1992年だと2月12日と3月4日の2日間だけである。すでに3月2日には T さんは捜査員に対して目撃事実を供述し、3月4日には直接捜査員を現場へ案内している。さらには T さんは不審車両を目撃した翌日の2月21日および翌々日の2月22日にこの目撃事実を組合の同僚たちへ話していた。その内容も車両の特徴が紺色のダブルタイヤのワゴン車だったという。 T さんと同僚がそのような会話をする以前に捜査員によって何らかの誘導を受けた可能性は全く存在しない。なぜなら捜査員が久間氏の自宅へ訪れて初めて本件の事情聴取を実施したのは1992年2月25日だからだ。以上から T さんが紺色ワンボックスタイプの不審車両を目撃したのは1992年2月20日であるという公判供述は十分信用できる。しかしながら細部の供述内容に関しては捜査員の誘導があった可能性は否定できないと付け加えておく。車を運転していてあそこまで詳細に視認することは物理的にありえないからだ。一方同時刻に飯塚市内の焼き山バイパスで小学生女児を乗せていた不審な白い車を目撃したとする K さんの証言はどうだろうか。被害者2人の死亡推定は胃の内容物やその消化状況から石山鑑定において2月20日午前7時30分頃から午前9時30分頃との判定が出されている。したがって K さんが目撃した不審車両は少なくとも本件には関係ないものと思われる。しかしながら氷室が問題にしたいのはそこではない。まずは K さんが記者から取材を受けた音声インタビューを聞いてみよう。その後部座席に乗ってた女の子の顔ですね、はい、を今見てみるとどっちだと思われますか。寝てた子がこっちと思いますけどね。1秒か2秒のすれ違いざまで寝てた子の顔分かりますか。リスナーの皆さんはお気づきになられたであろうか。 K さんが白い車を視認した時間は 1,2 秒だったとはっきり認めている。また K さんは女子を白い車の後部座席リアガラスで視認していない。追い越しざまに視認している。 K さんが速度を落として運転していた場合、仮に白い車のノロノロ運転の影響を受けて自社の時速は 30km だったとしよう。これは弁護団が八丁峠で実証実験をした時と同じ速度である。 K さんの車が時速 30km ということは60分で進む距離は 30km、 つまり1時間を秒数にすると3600秒で距離は3万メートル進行する。そうなると3万割る3600イコール 8.333333 となり、1秒だと 8.333 メートルで2秒だと約17メートルだ。つまり K
さんが時速 30km で白い車を追い越した場合、車はそれ以下に速度を落とさない限りは1秒だと 8m、2秒だと 17m も物理的に前へ進行するのだ。ドライバーは片側2車線のバイパスを他車と並行して走行した場合、後続車のことも頭に入れて運転しなければならない。そうでなければ後続車が前に行けないからだ。普通自動車だと車体の長さは17メートル以上もない。例えば普通自動車における平均的な長さは4700ミリメートル、つまり4メートル70センチメートルだ。これでは女児2人における詳細な様子や特徴など視認できるわけがない。 K さんへの取材インタビューをした記者もいぶかしく感じていたが、追い越しざまでの1秒程度の時間では物理的に不可能だ。無論ノロノロ運転車の後方を走行していた場合は車体の型式および色相は十分把握できる時間はあるだろう。しかしながら追い越しざまの視認だと、かろうじて女児が後部座席に乗っていたことやドライバーが男性か女性かの判別ぐらいが限界だ。またノロノロ運転の白い車の後方を K さんが不快に感じて走行していたのであれば、なぜ車のナンバーを全く覚えていないのか。あまりのノロノロ運転で K さんはイライラし、その心境で白い車を注意深く視認していたのであれば、車の後部側に取り付けられている車のナンバーは嫌でも情報として目に入ってくる。だが不思議なことに当該不審車両のナンバーは見ていない、または覚えていないという。それでいてドライバーや女児の特徴は30年以上経過した現在でもはっきり覚えていると断言している。なんとも不思議な話だ。この論理は弁護団が T さんの目撃証言を批判した論理と同じだ。ならばなぜ弁護団は K さんの目撃証言は間違いないと断言できるのか。不審車両をいぶかしく感じた点においても T さんと K さんに差異はない。運転していた速度も同様だ。それで T さんの証言は批判して K さんの証言は信じるに値するというのは、弁士としては論理に欠けてダブルスタンダード過ぎではないだろうか。無論弁護団としての立場上、久間氏の冤罪を証明したいがために K さんの目撃証言を重要視したい気持ちも氷室にはよくわかる。しかしながら物理的証明をもって久間氏の冤罪を勝ち取りたいのであれば、その論理に一貫性を伴わなければならない。証明に説得力が失われるからだ。ちなみに K さんは後の裁判所の尋問では女児の顔の特徴などを問われると、はっきり覚えていないと答えたという。当然だ。車を運転している状況下において他者の人物の特徴まで詳細に視認できるわけがない。無論これは T さんも同様である。そして弁護団が第二次再審請求の切り札としている農協職員 D さんの目撃証言撤回も、物理的かつ論理的の観点から地裁の裁判官によって論破され、再審請求が棄却される可能性が極めて高い。氷室英介の考察。では本件における私の考察を述べていこう。ここからはあくまでも私の個人的な推測に基づく考察となる。それを了承し承諾できる人のみご視聴願いたい。コメントはガイドラインを読んだ上で承諾できる人のみコメントしていただきたい。 D さんは1992年2月20日午前8時30分頃に三差路付近で被害者2人を視認しているが、 W さんたちの車も視認している。それでどうして別の日だと言えるのか。ここで重要となってくるのが、同じ農協職員で三差路の道路を通過した女性 V さんと三差路付近宅の造園工事をしていた男性 W さんだ。 V さんも D さんと同様に W さんたちの車3台を三差路付近で視認している。その1台の持ち主である W さんは2月20日午前8時に10分過ぎから三差路付近宅の造園工事をしていた。造園工事を依頼されたということは、当然それに伴う台帳記入や請求書、領収書の作成をする。特に作業日報となる台帳には工事を開始した日付を記入する。これはその日の工程進捗を記録するためだ。つまり
W さんが2月20日に間違いなく三叉路付近の造園工事をしていた場合は、その日付を必ず台帳へ記入する。その W さんの台帳は捜査開始後に捜査員が確認して、工事を依頼した人物にも裏取り捜査を実施し、より証言の信頼性や有効性を高めたと思われる。そして Y さんたちが W さんにユニック車を拝借するため三叉路付近に車を駐車した日も2月20日となれば、農協職員女性2人が3台の車を目撃した日も自然に2月20日となる。また W さんは当日の午前8時20分頃に被害者の一人と思われる女児も目撃している。それが全く違う別の日となると、男性3人や造園工事を依頼した住民 V さんたち全てが虚偽の証言をしたことになる。さすがにそれは考えられない。なぜならおのおのに被害者女児2人を殺害して、それを隠蔽する利害関係が全くなく、犯行の動機すら見当たらないからだ。何より久間市の車からは I さんの DNA 型も検出されている。 TH01 型および PM 型鑑定法における2万3000分の1の確率は決して低いとは言えない。その点を弁護団や D さんは一体どう説明するのか。したがってD さんが被害者2人を目撃したのは1992年2月20日を置いて他にない。この日以外に物理的かつ論理的な整合性が取れないからだ。無論久間氏が潔白で、本件は冤罪事件の可能性も検証した。そしてたった一つだけ全ての説明がつく見立てがあった。それは久間氏が本件当日に第三者へ車を貸していたか、あるいは車が盗難に遭っていた可能性だ。これなら車内に I さんの血痕や DNA 型が残存し、シートの繊維片が衣類に付着していたことも説明ができる。裁判所が久間氏とするにはどちらとも言えないとした 16-26 型の DNA も他の人間のものだったとも言える。 B 型の血液型も同じだ。しかしながら本件当日において久間氏の車を第三者が利用した事実はなく、盗難にも遭っていなかった。これで久間氏の犯行説は決定的となった。ではその日に一体何が起きて被害者2人が殺害されなければならなかったのか。ユーリさんはこの日の登校時に学校に行きたくないと言って登校を拒んでいた。愛さんも最初はユーリさんをなだめていたが、学校を遅刻してだんだん苛立ちが募っていたと思われる。そして愛さんはユーリさんに対して、もう好きにしたらと言って先に行ってしまう。一方取り残されたユーリさんは泣きべそをかきながら I さんの後を追った。 W さんが午前8時20分頃に女児を目撃したのはこの時だろう。そして三叉路手前でユーリさんは I さんに追いついた。時刻は午前8時30分頃、 D さんが2人を目撃した時間だ。しかしこの時間だともう学校には間に合わない。その時に自身の妻を職場に送り届けた久間氏が三叉路付近の道路を通りかかったのではないだろうか。その場所がこの道路付近だと思われる。当該道路は三叉路から県道100号線に向かう途中にあるが、昼間でも人気が少なく、塀が死角となって連れ去る条件には適している。久間氏は2人に対して、おじさんが学校に送ってあげようかと声をかけて近づいた。愛さんとしてもすでに遅刻しているから一刻も早く学校に行きたい。この時の時刻は午前8時30分から午前8時40分頃と推定する。ユーリさんは学校に行きたくなかったが、これ以上愛さんを困らせて機嫌を悪くさせたくないこともあって久間氏の車におとなしく乗り込んだと思われる。一方でこの時期の久間氏は気頭包皮炎を発症していて、満たせぬ性欲や症状の影響で精神的にイライラしていたと思われる。そこで久間氏は人気のない場所に車を走らせて2人に性的ないたずらをしようとしたが、騒がれて抵抗されたことで殺害したのではないだろうか。無論口封じの目的で殺害した可能性もある。いくら口止めをしても2人が親に話す可能性が極めて高いからだ。本件の真相はこうした状況下で不幸にも発生してしまった事件だと氷室は推測する。以上が氷室英介の考察となるが、
ここで久間氏の奥様に氷室から伝えておきたいことがある。再審請求権の行使は国民に与えられた正当な権利なのだから、ご自身が納得するまで行使していただきたい。しかしながら、引き際だけは間違えないでいただきたい。それは、本件の被害者はあくまでも久間氏ではなく、中川愛さんと梅野優里さんの2人であり、そのご家族だからです。また、当時の森英介法務大臣が久間氏の死刑執行を命令した気持ちを察すると、次のようなことが考えられる。再審請求中に死刑が執行された例は、久間氏の他に西川正勝元死刑囚がいる。西川元死刑囚の場合は、再審請求を利用して、執行引き延ばしを目的としていた可能性が高かった。日本は法治国家だ。法務大臣は再審請求権を悪用する死刑囚に対して、断固とした態度で臨まないとならない。これは法が持つ秩序とその抑止力が低下するからだ。一方で氷室は警察や法律すべてが万能で正しいとは思っていない。それは氷室英介自身が袴田事件と狭山事件を冤罪事件だと鋭く指摘し、他の動画も警察や検察側を厳しく批判してきたことで明確に現れているはずだ。その氷室英介でさえも福岡県警の捜査や検察側の主張における正当性を認め、本件は冤罪事件ではない。犯人は熊道俊を置いて他にいないとまで言い切ったこの意味を、リスナーの皆さんに感じ取っていただけたら幸いである。その福岡県警にも一応の苦言を呈しておく。熊氏は午前10時5分までは、福岡県山田市の母親の家にいたとのアリバイ供述をした。その裏取り捜査を、捜査員はしっかり実施していたのか。氷室が何を言いたいのかは現場の刑事ならわかるはずだ。久間氏の車はマツダのボンゴ車だ。車体もでかい。そのような普段は止まっていない車が1時間以上も駐車していれば、近隣住民の印象に強く残って目撃している可能性がある。つまり久間氏の車が本件午前中に母親宅付近には駐車されていなかった証言を得られれば、それも久間氏にはアリバイがなかったとする有力な証拠になる。しかしながら本件の裁判記録をいくら読んでも、そのような裏取り捜査をした事実はどこにも書かれていなかった。捜査本部内に早くから久間氏を保守とした見立てをして、肝心な基本的捜査を愚かにしていなかったと果たして言い切れるだろうか。肉親の証言はアリバイにはならないとは言っても、こうした裏取りで被疑者の犯行を証明していくこともまた捜査の中では必要不可欠なことだ。もし氷室の懸念が的を置いていたら、今後は教訓としていただきたい。そしてマスメディアにも一言釘を刺しておく。本件の報道や検証番組を拝聴すると、制作側は裁判記録を何度も熟読した上で久間氏を冤罪とする結論に至っているのか。残念ながらそうした公正かつ公平的な中立性を保った報道とは言えない。なぜなら内容が全面的に弁護団側の意向に沿ったもので、異常なまでに飯塚事件は冤罪で国は無実の人間を死刑にしたとの印象を強く与えているからだ。マスメディアが誤った内容の報道を偏って発信すれば、国民の中でも誤認したままそれを真実として受け止めるリスクがある。だからこその中道なのだ。マスメディアの関係者がこの動画を視聴していたら、今一度報道とは何か、メディアとは一体どうあるべきなのかを感じていただけたら幸いである。最後に中川愛さんのお父上である中川正彦さんの心境が掲載されていた1992年2月22日付読売新聞夕刊西部版の記事を抜粋して紹介し、本件の動画を終わりとする。前日に買ったばかりの新しいスカートを履かせてやると大喜びで学校に出かけたのに、優しい子で妹の面倒もよく見てくれた。二人で一生懸命に犯人と戦ったと思います。よく頑張ったねと褒めてあげたい。しばらく暖かい布団にゆっくり寝かせてやりたい。今でも娘が死んだとは思いたくないが、葬儀の手続きをしているうちに悔しさがこみ上げてくる。市内はくまなく探したつもりだったが、お父さんが探し出すこともできず、ごめんねと謝りたい。亡くなられた中川愛さん、梅野優里さんのご冥福を謹んでご祈りいたします。合唱。
今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ当チャンネルのご登録と高評価、コメントやベルマークの通知設定、メンバーシップへのご加入をお願いいたします。氷室英介。